トロ行きますか。ここしっかりと倒しきりつつの、これでまた覇気もらっての倒しきりつつので、気絶不要、意味のわからないやつ。レッドシャンクスの 5% って表記されてるけど、 5% では絶対にない気絶不要。どこのせいです。今回はレッドシャンクス使っていこうかなと思います。いやー、誕生日おめでとうと、まずね、まず誕生日おめでとう。でこのレッドシャンクスが復刻したんですけども、もうこれ以上環境にレッドシャンクスを増やさないでと思うばかりでございます。もうめちゃくちゃ強いんだよ、レッドシャンクスが。本当にめちゃくちゃ強い。こんなんが環境に溢れかえたらね、頭おかしくなっちゃいますが、せっかく復刻しましたので、おすすめメダル編成4000やっていこうかなと思います。もし当てた方参考になればと、いうところでございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、行きましょう。どうぞ。はい、ということで、まずはルフィ3種バウンドマン、ルフィロー、そして、3000万やっていきたいと思います。敵を起用したらスキル2がね短縮されるっていうところと、火力ゴチゴチ増しにしておりますので、この火力ごち増しを、生かして頑張っていきたいなと。あそこ起き上がり際は行かせないよと。強すぎるこいつ。マジでこんなのが環境あふれかえちゃダメだって、本当に。厳しかったね、これ。まあ。ということで、こんな感じでね、まあ、レッドシャンクスはあまりにも強すぎますと、こんな環境を振り返らせちゃったら本当に頭おかしくなりますよ。ちなみにこれ竹取られない状態なので、今は雷は露骨にこっちに狙ってるけど、あそこまたちょっと破棄状態、上書きトゥモローからの、これはまあいいとして、ロー君倒そう。ああ、オッケー。このね、強いのが、やっぱロー、キッド&ロー、そして、ロジャーに対してやっぱ強く出れるっていうのが、すごい今の環境は僕はいいのかなと思っております。だけど個人的には青属性キラーすぎるので、あんまりね、あんまりこう、まあ活躍されちゃうと、まあ困っちゃうっていうかね、青属性があまりにもきつくなっちゃうと、あ、ゾロス、あ、いいんですか。あ、なんかそう、なったら自分で KO して体力回復、もう。さっきはなんかゾロさんすごいなんかあれだな。さ、これは多分スキル被られちゃうので、様子見させていただきながら、ロジャー船長はこれ取り終わり際しっかりと倒し切っといて、あ、オッケー。で、ここ、おー、またゾロさん。ゾロさんいるとこに我ありみたいな。我いるとこにゾロさんありみたいな。レッツプリキュアか言うておりますけど。さあ、こっから、もう火力なんてガンガンに、あ、無駄に食べちゃった。キットローね。キットローこれめんどくさいと思うので、ちょっと倒してあげたいなと。いうところでございますが、まあそこいるから大丈夫だな。キットロ行きますか。ここしっかりと倒しきりつつの、これでまた覇気もらっての倒しきりつつので、気絶不要、意味のわからないやつ。レッドシャンクスの 5% って表記されてるけど、 5% では絶対にない気絶不要、第3のスキル。マジでおかしいよな。あんなんで無敵スキルをキャンセルされた暁には本当に腹立つよな。わかるわ、その気持ち。なんかごめんねっていう気持ちになるもん。ごめんね、本当にごめん。もうレッドシャンクス使ってごめんね。犬系彼女もタジタジですわ。これは倒しつつの、ロージャー選手どっち行くんだ。これはカムタリ避けつつ、これね、ただ通常3段目はスコブルに細いので、あ、要注意ですね。これちょっと一気にやられないんだ。気をつけながら、ちょっと離れたところからスキルはね、3段打つ必要があります。で、ここクルリンチョしといて、倒し切っといてからの3段目避けて、しっかりとレッドシャンクスミラーも制していきたいと。オッケー、制しながらスキルに溜まったので、また吐き延長しながら、ちょっと離れたところから通常3段目を当てに行くイメージ。これで。はい。これでやらないと、間近から通常ってやってても当たりませんのでね。そこは要注意でございます。これ間に合うかな、ワンちゃん。はい、飛ばして。はい。守り切って、守りガツオさんで対戦ありがとうございました。もう、こいつダメだよ、もう。ということで、メダル編成113セットになっております。スピードメダルで敵から出された時スキル値が短縮されますよっていうところと、サーベでスキル使ったらスキルに短縮、ウルティ敵飛ばしたらスキル値短縮というような、まあ、めちゃくちゃスキル短縮編成になっております。まあ、ロージャー環境でね、やっぱスピードメダルが結構強かったりしますので、そこ活かしていきたいなという感じなんですが、これカイド飛んでくるよな、多分。まあ、ロージャー船長がウオサオしてくると思うので、てかお相手さんのね、味方さんのロージャーがウオサオしてくると思うので、まあ、どちらかというと1、2陣をちょっと守っていくような感じでやっていきたいなと思います。露骨に強襲。
露骨に胸中やらせていただきました。すごい噛みました。胸中なんてね可愛い感じに言っちゃったんですけど、これね近すぎるとあれ当たらないんで、まあでももうスキル使ってるの見えてるんで、これは吹っ飛ばしながら OK ダメージ与えといてスキル短縮と、んでまた抜いていきますか。ここ多分上行っちゃうんでね、あのロジャー船長、はいはい、そこはもう水曜アゲン、これまた取らせていただきガツオからの、これまた来るかロジャー船長。まあ来ようもんならね最大体力削れるんで、レッドシャンクスって何がうざいかって、うん、なんでそこはちょっと待ってよ。これまあ上行きつつ、しっかりと守ってきますか。どちらかというとちょっとマモリングトゥーマッチでやっていきたいんですが、これ四季だね。タゲトリの上からの露骨な強襲おなんか必然的なミリ残しみたいな感じになっちゃってる。露骨な強襲がやはりする。もう下から上から下から上から下から上から下から、あ味方に言ってくれた、 OK。 でもロジャーかな、ロジャーは切っとろう、あ切っとろうか、あーなるほどね。どうしようかな、これじゃあ上行くか。しっかりとちょっと守っていきたい感じはあるんですけども、やっぱゲッターさんに極力守らせたくないっていうね気持ちもまあ大いにはありきり、いとおかしというところでございますが、あそこ3固まっちゃってるからな、お相手さんが、様子見させていただきながら、2 B の方飛ばれる、これ溜めてないよな B の方ちょっとな。そこはあれなんですけど、これどこに来るかな。ブースト中カイドウちょっとめんどくさいな、強化状態解除されるの。でこれブースト中ちょっと耐えたいんでね、しっかりと一旦距離置かせてもらいながらの、一回 OKOKOK 一回距離置かせてもらいながらの、それは当たるんかい、それ当たるんかい、ちょっと待ってそれ当たるんかい、だったらこれちょっと露骨な強襲かまさせてもらって剣を持ってくと、これすぐに攻撃来る、はいジャスもらっていけ持ってけ、いいよ。この人は多分すぐに攻撃来るからジャスで OK 何も言わなかったよ今。全然読んでた、全然読んでた、相手のコードパティーンを全て読み倒してたよ、読み倒しまくってたよ。これは露骨、危ない危ない、普通に死ぬやん、普通に死んだわ。ということで最後回収しに来ますか。これは味方さんやられてるので2人ちょっとシンプルに攻めに行きます。で真ん中多分粘ってても取られると思うので僕はイハタ攻めます。なんでそこ行きつつの、レッシャンがこれ飛んでくるからこれに合わせて飛ばすだけ飛ばしといて、さよならバイバイ、安心して取らせていただきますと。あそこ取らないとどの道勝てない、ロジャー船長カムサル打つ前に旗抜いちゃった、ラララララララあれっす。いやなんか露骨にレッドシャンクス増えたな、やだな環境にレッドシャンクス増えんの。今回メダル遠征カイド3種でやってるんですけども、いややだな露骨にレッドシャンクス増えんのマジでやだな。ちょっと待って、あれヤマトいるからあっちの方のこっちにか援護行きますか。まず真ん中どうこうというよりも、あそこ真ん中取られるよりもこっちの初期当たり取られたりするのがめんどくさいので、ここはニカさんと一緒に守りながら、OK そこ1個スキル飛ばすで貯めてもらって、で次ここ貯めてもらったら次の方の旗行ってもらえればいいんでね、 1,2 の3で飛ばしつつからの強襲で飛ばして、ちょっと離れたとこから 1,2 の3で飛ばす、あニカさんごめんなさいごめんなさいと、ちょっと旗、いやこれその剣を持ってけんな、そのまま、はいオッケー持ってって、気絶不要がやられてましたねニカさんね、すいませんね。まあ、ここからまた破棄状態延長戦からのファイヤー、強すぎ、露骨にレッドシャンクスが増えるのがちょっときついんですけど、はい裏強襲かましてここ取ってもらって、いや怖えな。ちなみにあのカイド3種めちゃくちゃタグの相性いいよっていうところでやらせていただいております。はいめちゃくちゃ相性いいんで、ここはまた溜めてからのファイヤー、でこれファイヤーしとくと一旦防御力上昇しますんで、一旦ね一旦上昇するんで、でここは最大体力削りながら1、無敵だけ避けて、あ OK でここ最大体力削りながら、もうあとは通常でねバチ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 と、倒していくだけと。これ回復食らったとしても言うて、はい最大体力がないので回復力もビビたるもんよと。でちょっとここは裏守りながら、裏誰あれカイドやんな、カイド、あーやられたか、あっちへ、いや裏これ守っていきたいな、一旦ここ飛ぶか、うわーミスター、けどファイヤー、こっちで倒しながらその場ファイヤーでしっかりと倒しつつのブーストイオ、あっちじゃ守りに行くか、あっち多分カイドウさん取ってくれると思うので、ここに旗を追いながらちょっと守っていきましょい。でこれまた無敵スキルとかあると思うんで、これしっかり飛ばしないがら最大体力を削るという意味がもうめちゃくちゃ大事なんでね、ロジャー船長は結局この最大体力さえ削ってしまえばもうそこから旗取られたとしてもね、まあまあまあ大したらあれなんでね。なんで下にいるのに攻撃やったの、これ無敵合わせて、これとりあえずインしといて旗取られないようにしといて、でこれはもう一発ギガントなんで避けながらのしっかりと飛ばしてくる。オッケー、なんで
さっきからこのエースの攻撃なんで、何さっきからの意味の分かんないところで当たってんの。1、2の、これちょっと回避ないんで。しゃあない、しゃあない、しゃあない。これはもうしゃあないよ。さ、取りに行きますか、最後。あそこの、ここの A から B の旗封じられてんのマジでめんどくさいよな、シャンドラって。このパターンめちゃくちゃめんどくさい。あ、でも、あそこは多分取れると思うんで、カイドウさんが。だったら、ここニカさん最後見ながらの、ここ溜めて、しっかりと見て、はい、持ってって、気絶与えてからの速攻ダッシュ。はい、これはもう攻撃食らっても大丈夫なんで、はい、速攻ダッシュしまーす。はいーレッドシャンクス入ってあれっす。ということで、オフィサー編成3種でやっていきたいと思います。これはセキュルには安定短縮してくれるような編成になってるんですけれども、まあ、個人的にはね、あ、これただ、やっぱ覇気が強いんで、レッドシャンクスはセキュルに。うん。そこで、まあ、安定してね、頑張っていきましょうっていう編成なんですけど、まあ、個人的には、やっぱり、なんか上振れが好きなんですよね。そう、だから安定短縮っていう系のやつはあんまり使わなくて、ただ、やっぱこの、僕みたいな、その、あまり、何まあ、安定志向であれば、オッケー、危ない。安定志向であれば、正直こっちの編成の方がおすすめ。ただ、誰か倒して、こいつ倒して、お願いお願い、レッドシャンクス、誰か、いけるいけるいける、こいつだけマジ無理だから、こいつはマジ無理だから、危ない。こいつマジ無理だから。お願いしながら、あっち守りに行きますか、一緒に。レッドシャンクス、じゃあ、レッドシャンクスはね、ゾロが本当にめんどくさいんで、ここちょっと受け持って、ニカさんあっちの旗、オッケーオッケー、行ってもらいつつ、あっち行ったか。まあ、っていう感じで、まあ僕はやっぱ上振れ編成の方が好きなので、まあ安定短縮いっちゃいいんですけど、まあどうなんだろうっていう。なんか紹介しといてなんだけど。まあ、僕、いやね、いや、強い人が使うと、やっぱ安定、この、しっかりとね、うまく生き残れるタイプの人とか、絶対こっちの方がいいと思うんだよね、個人的には。ただ、私はもう、ガンガンにこう、やっぱ上振れたい、上振れたいっていう気持ちが強いんで、飛ばせ、大きいよ。飛ばして、ここはブースト中に持ってきたい。持ってきないかな。あ、持ってきない。であれば、ちょ、しゃーなくて、ダメージ全然効かないっちゃ効かないんですけど。まあ、一旦これ攻撃続けて、破棄状態延長続けますか。1の、で、これ3段目で飛ばして、で、カムサリは、はいはい、食らっちゃってる。で、これ味方さんあっち、お相手さんの旗の方に全員行っちゃってるな。これ無敵で合わせといて、取り際は狙う。はいはい、あー、しくってる。ちょ、味方さん3人そっち固まっちゃってるよ。そこはちょっと話が変わってくる。そうなってくると、これ合わせる。おい、ちょい。レッドシャンクス危ない。1、2の、1、2の、オッケー。ちょ、最大体力だけ削っていこう。最大体力だけ削っていこう。1、2の、1の、無敵合わせて、無敵、はい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 、からの、これ合わせて、強っ強ー、もう無敵好きでいいな。こっちも言うて無敵スキルあるんだけど、合わせながら、破棄状態また延長して、で、これで一旦防御力上げる、倒す、まあ、なんか、こう、安定短縮ってなんかこう、ビビッと来ないんだよな。まあ、強いんだよね。やっぱめちゃくちゃ強いんだけどね。そう。本当に強いっちゃ強いんですけど、まあ、僕はやっぱ敵を KO したらスキル短縮とか、攻撃食らったらスキル短縮とか、そこら辺のワンチャン上振れ、ダッシュされたらスキル短縮とか、そのワンチャン上振れ編成が好きなんですよね、個人的には。これ飛ばす。持ってバレてた。これはしっかりとロジャー選手追いながらダウンさせといて、しっかりとこれ3段目当てといて、オッケー行かせないよ、あっち取れる。さあ、あれはもうあっちの旗守りに行きますか、通常3段目で。1、2の3と、はい、オッケー。まあ、安定短縮でね、まあ、非常に強いんですけど、あ、強い強いわ、うん、強い。対戦あるでしょ、強い。やっぱ誕生日といえばこいつだよね。まあ3月9日、まあ、フランキーとかも誕生日っちゃ誕生日なんですけど、まあ、やっぱシャンクスの方がね、まあ、ダイヤも多かったりとかして、若干優遇されてる節はありまして、で、レッドシャンクスが復刻したんだけど、まあ、やっぱこいつだよね。青シャンクス使ってた方がワンチャン上様売り上げ良かったんじゃないですか、もしかしたらね。言うておりますけど、まあ、この青シャンクスの強さっていうのをお披露目していきましょう。あ、寺よさ、顔はお前わざわざ合わせんなんぞ、こっち。そう、顔合わせてくれないと困るて、見どころ的にもさ、いろいろ考えてやってんだから、さあ、ありがとうね。さあ、ここの KO をもらっちゃおう。もらっちゃう。無敵スキル使ってないんで、そこだけ要注意。避けながらの、オッケー来た、いけるぞー、イエーイ。やっぱり、青シャンクスが最強、ずっとも。ここは頑張って倒しに行きたいけど、言うて俺もゾロ苦手ないよな。うわ、緑ののなった途端はもう無理からの、カウンター合わせてからの、おっしょい。オッケー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 、ここ狙って、お、上来た。上来た。上来た。待って、そこなんなら倒したいけど上来ちゃったか。どうしよう。全員やられちゃったらそれ元も子もないぞーい。そこ旗取ってもらって、で、ゾロさんちょっと距離感置きながら、あと1落ちなんで、そこはどうせ無敵スキルとか使ってくるんで、ここは様子見て確実に当てれるとこで当てていきましょう。ジャス。ここだ！わーい！
わーい。どこ、ほんまに本当にどこ。気まじー、気まじー、青シャンクスミラー気まじー、かぶってるって。こっち渾身の一撃なんだから、こっち渾身の一撃なの分かるかな、こっち渾身の一撃なんて。やった、きつい。ちょっと待ってよ、それ肉食べられるよな。まあ HP1 あれば勝てますんで、全然。HP1 あれば全然勝てちゃう、良いと。まあ様子見させていただきながら、どっかいい感じにカウンター合わせたいな。グリフォンヌたまる案件ですけど、これは旗抜かれたらグリフォンたまる案件なんですけど、そこはしっかと。え、まあ目には目を、歯には歯をってやつか。これがね、俗に言う。シャンクスにはシャンクスをという、いいモットーでございました。はい、最後は旗だけ取って終わりますかと。なんかさ、カウンターとかはもう本当にそうなんだけどさ、なんかあれだよな、レッドシャンクスを使った後に青シャンクスを使うと、レッドシャンクスがいかにもう機能性抜群で、もう使いやすさも抜群で、性能としてもマジで強いかっていうのが分かるよね。そこは合わせていただきながら、辛いよね。なんかこんなん思いたくないけどさ。思いたくないけど、まあ、やっぱレッドシャンクスって強えなって。これブースト呼んで体力回復します。はい。で、様子見ながら、逃げて、貫通スキルでこっちで倒していくと。あー、なるほどね。1からの、まあ、そこでも言うて握ってしまえば、このままいけるので、レッドシャンクスってやっぱ強いんだな。レッドシャンクスってやっぱ強いんだな。やだね、本当に。